どうも、雨上がり決死隊の宮迫です。さあ、つむくん、何しましょう。はい、うん、今日はズバリクイズ宮迫家でございます。何やそれ。はい、はい、宮迫さん、よくテレビでいろんなお話されてる中で、うん、奥さんが共済家ってイメージが強いと思うんですよ。まあ、あの人には言われますけどね。はい、ね、はい、でその共済家の奥さん、まあ、でもちゃんと、まあ、愛してらっしゃると。もちろんですよ。ですよね。はい、じゃあその愛がどれだけのものかっていうのを確かめるために、これからクイズアンケートをしていきます。うん、ただそれを宮迫さん一人に答えてもらうんじゃなくて、うん、奥さんと電話でつなげてもらい、二人に出題します。え、それは嫁には言ってないの？あ、言ってないです、言ってないです、言ってないです。もう嫌やもうあのな、はい、あの頻繁に電話とかしたらあかんねん、まあ、この前もね、あのおにぎりの企画で出ていただいて、うん、めちゃめちゃ面白いやり取り聞けたので、まあ、今日もちょっとそのやり取り引き出したいと。別にあの面白くしようとしてるわけでもなくあのただ単に帰った後にさらに不機嫌になってやるからなじゃあ今日はごめんなさい、今日のもう今日の会議、ね、ええって不機嫌だと思いますが、もうしんどいなということで、うん、やっていきましょう。かけんの、ほんまに。かけていただいて、今じゃ出るのを待ちましょう。ここにしといたら出ないか。ほら、用事してあんねん。あ、出ないですね。あ、あ、よかった、よかったじゃん。よかったじゃない。企画が進まないんで、もう一回かけてみましょうか。はい、もしもし。もしもし。はい。俺俺。あ、はは。何？ごめん、何してる今？今ちょっと用事してる。用事？うん。ちょっと今時間ある？だから用事してるって。うん、そこをなんとか、あのちょっと今うん、何、あのちょっと答えてもらいたい、あのクイズ、クイズだ、クイズ、あのほれ、あのお俺ら2人のクイズ。え、それって今じゃないとダメ？うん、今まさにあの収録してる最中やから。あ、今またあの気付けて、声はあの入ってるから、ね、うん、流れてるから声が。あ、そうなんや、うん、すぐ終わる。すぐ終わるよ。すぐ終わるんやったらいいわ。うん、2人に関する、まあ、クイズとかアンケートをするので、はい、2人の答えがぴったり合うかどうかをこれから確認していきますので。わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと、はい、汗かいてきた。宮迫さん、すごい変な汗かいてますけど大丈夫ですか？大丈夫。宮迫さんのどこが好き、はい、これをちょっと考えてください。わかりました。どこが好き。宮迫さんは奥さんがどう答えるか、うん、はい、当てます。いや、これやろ。じゃあ先に宮迫さんの答えをこちらで確認します。言うたらあかん、ね、はい、なるほど。僕はこれだ、これってよく言ってたと思うんですけど、美味しいご飯を作ってくれるところですいや、それは当てますか？いや、ブー、初っ端から違いましたね。違うやん、昔からいつも優しいところって言うてたやん。あー、昔はそうやったけど今はこっちかないやいや、それは今もうめっちゃ作ってるけど。宮迫さんが一番好きな奥様の手料理は何だと思いますかってことで考えてください。もうこれ俺はすぐ出るよ。そうですね、パッと。あれしかないかな。はい、じゃあ先に、はい、宮迫さん答えお願いします。こちら。なるほど。はい、じゃあ奥さん。はい、カレーです。ああ、もう一個の方ですか？あ、ちなみにもう一個は、はい、シチューですか？あ、シチューやんか。独身時代デートの時に必ず行ってた場所はどこかという、はい、多分ここしかないかなと。行くよ、じゃあ俺先出すね。はい、宮迫さん、こちら。今はこの言い方をしないと思うけど、では奥さん、はい、お願いします。独身時代なので、はい、ショットバーグ。おわー、正解、正解。あ、やった、よかった。初めてのデートで行った場所はどこかです。これは大事。初めてのデート。息ぴったり。どれぐらい前の話なんですかね、初デートって。初デートって19ぐらい？あ、30年以上ですね。
30年ちょっと。はい、こちら名前忘れたけど、これなるほどなるほど、はい、はい、じゃあ奥さん答えお願いします。ボウリングとロッテリアです。全然違う。可愛いな、ボウリングとロッテリア。嘘やん。いや、これは自信あるわ。いや、もう嘘、遊園地行ったべ。あ、それは初めて。あ、なんかちょっとそっちかも。どないやねん。初めてのキスの場所はなんて。おー、なるほど。じゃあ、水野さん、答えお願いします。こちら、はい、では、奥さん、お願いします。はい、神社です。はい、はい、素晴らしい。そう、神社の、はい、神社の何があんの。神社ではなかったんか。神社の横やろ、横の道やろ。中じゃなかったっけ。あ、神社の中でキスはせん。確かに。神社の中でキスしてたら何してんねんって怒られるで。6問目です。初めて宮迫さんが奥さんにあげたプレゼントは何でしょう。見てみましょう。宮迫さんの答えはこちらです。ザン。はい、では奥さん、お願いします。はい、正解。ございます。やった。結婚して一番良かったなと思うことは何でしょう。良かったな。結婚して一番良かったな。はい。はい。はい。答えお願いします。じゃあ子供。はい。ですかね。正解。はい、おめでとうございます。子供に出会えたということでね。素晴らしい。今度家族旅行に行くならどこに行きたい。いや、もう言うてもう出てん。これはもうサービス問題です。サービス問題です。はい、出します。はい、はい、奥さん、お願いします。ハワイです。おめでとうございます。すっきゃね、ハワイ。すっきゃね。老後に2人でしたいことは何ですか。あ、え、そうやんな、前から言ってたよな。はいはいはい、はい、行きましょう。じゃあまず宮迫さん、お願いします。はい、こちら。はい、で奥さん、お願いします。社交ダンス。おー、正解。意外ですね。これは、奥さんが、社交ダンスしたい。人生最後に2人で食べたい料理は何ですかってことですか。そうですね、最後に。これはどう取るかやな。でもこれしかないでしょ。お、これしかないでしょ。最後やもんね。最後です。はい、最後ね。はい、はい、出します。お願いします。こちら、じゃん。はい、それでは奥さん、最後の答えをお願いします。はい、パスタです。いやそっちか。パスタときたらでしょ。はい、そう。いや、それは最後はさ、そっちか。あなたが卵料理が一番好きなんだから。うん、あ、でも2人でだから。うん、2人でやけどさ、最後は共通の方がいいかな。共通でパスタは好きですけど、一番好きな、あ、そっち、オムライスを選ぶでしょう、俺は。結構当たったんちゃう。10問中、なんと6問正解。あ、すごいやん。最初はどうなることかと思いましたけど、地獄の10問になるかと思いましたけど。ほぼ全問正解でいいんちゃいますか。素晴らしい。ほぼ、いいと思います。仲良しい夫婦でございますね。いや、うーんやないねん。あの、帰った後クレームとか一切やめてくださいね。あの、大丈夫だと思います。いや、結構当たったんやから。いい方、そうですね、いい方と考えてね。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。ありがとうございます。失礼します。はい、いかがでしたか。いや、大したもんじゃない。そうですね。ね、はい、ほぼ正解じゃないですか。ほぼほぼ正解で、またこの思い出話にこう花が咲くのもいいですね。
まあね、まあまあ、良かったんじゃないでしょうか。今後また奥さんに協力してもらえたら、もうええもう、はい、楽しい企画できたらなと思います。もう怖いねん、機嫌良さそうやったら。今日機嫌良かったですよね。いやいや、帰ったらまた。それはすみません。いろんな空気流れますけども。はい、というわけで、はい、この動画面白いと思われた方は、チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。